11月のボクシングは東日本新人王決定戦を全試合生中継。他にも新旧王者が揃い踏み。 U-NEXT で検索。緑級王座決定戦、ルールもあまり反則のないようだ。最後
돌아 돌아 마음이 돌아 집에 나한테 걸어봐 앉아 준비하라고 일어나 OPBF 東洋太平洋ミドル級王座決定戦12ラウンド、レフェリー杉山敏夫がこの試合をストップしたタイムは10ラウンド53秒、テクニカルノックアウトにまして勝者通算2度の OPBF 東洋太平洋ミドル級チャンピオン竹迫